ちは。こんにちは。さあ、はい、ピッチャーに続いて打ですよ。今度は打者です。打者な6部門中 ここにあるんだけど、6部門中、うん、全部 L の帽子かぶってますよ、キャップ。いや、それだけすごいということだよ。あー、ライオンズすごいな。すごいだろ、うん。まず何からいきます。まずは首位打者、はい、森友哉初受賞か。いや、そりゃそうでしょ。そっか、キャッチャー、キャッチャーとして、もうキャッチャーで史上4人目で、しかもキャッチャーとしては54年ぶりだそうですよ。54年ぶりはパリーグででしょ。パリーグで、そうです。その前には古田が取ってるからね。セリーグではですよね、うん、パリーグではっていう。いやー、でもあれだけ打たれて、へこまずよく打ったでしょうみたいな、そんな賞をあげたいぐらいだよ。多分カラッとしてるんですかね。違う、秋元って横浜で一緒にやってたやつが、うん、コーチでいるんだけど、その秋元に聞いたら、うん、森はどんなに打たれて落ち込むかなと思ったら、僕が打ち返してきますと、いうぐらいの負けず嫌いらしいよ。あ、そうなんですね。だから捕手は捕手、打席は打席、うん、もうバーン切り替えるらしいよ。あ、すごい。あ、ちゃんと切り替えられる。いやいや、それとはやっぱりもうこの子は天才だね、バッティングの。あ、そうなんだ。いや、もうスイングだって速いしさ、うんうんうん、半端ないよ。あれだけよく振れるなと思うぐらい振るよ、森選手ね、うん。それでこの体なんてさ、ちっちゃいじゃない、うんうんうん、それでキャッチャーやりながら首位打者取るなんて、うん、それもまだ20本打ってるから、20発以上。すごい。すごくないですよね。いや、それ考えたら確かにそうだ。なんか久々にそういうキャッチャーが出てきたかなっていう感じ。あ、もう豪快だよね、うん、多分ね、肝を座ってて、うん、おそらく器もでかいんだと思う、人としての、うん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 、ね、だから森友哉ね、おめでとう。でも入ってきた時、ルーキーの時からずっと言われてたじゃないですか、うん、すごいな入ってきたて。それで楽天戦の時にさ、うん、優勝が決まる2試合ぐらい前かな、うん、はい、その時にセーフティーバントしたんだ森選手がね。いや、俺見てて、と思って。サイン、いやいや、まあちょっと話聞けよ、お前。ごめん、先回ってた。お前せっかちになったな、お前。若干ね、年取るとね。そうだな。いや、それでセーフティーバントやってヘッドスライディングしたんだよ、うん、ファーストに。もう完全にアウトなんだよ。でも滑稽に見えたの、うん、それがね、滑稽に見えた、うん、笑おうかなと思ったんだけど、でも森のあの必死なヘッドスライディングを見て笑えなかった。あ、こいつ、まあ首位打者も取りたいんだろうけども、チームがちょっと賃貸ムードに入りかけた時なんだよ、うん、それを鼓舞するために俺やったと思うんだよ、自ら。だ、あの姿は、あ、この子は将来的に絶対チームを引っ張れる子だなっていうのを思った。そのワンプレーで。ワンプレーで。で、やっぱり伊達に甲子園で優勝してないなっていうのを感じた。うん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 、で、この小さな体で4番というね、重責を務め、春夏連覇をするという。うん、ああ、だから、ああ、怖い、いいキャッチャーだなと 思ったよ。よくね、ライオンズ取りました ね、うん、ね、いいキャッチャーを、はい、おめでとうございます。おめでとう。さあ続いては、はい、どれいきます。ホームラン。あ、ホームランもそうです、ライオンズ山川選手です、うん、43本。まあ今年はスタート何本打つかなと思ったらボン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 、まあ、結局43本に収まって2年連続2度目ということなんだけど、うん、まあでも苦しんだシーズンだけどね、うんうん、だけど山川のホームランがなかったら西武の優勝は間違いなくなかったし、はい、でこの明るいキャラクターがなかったらチームがどんどん暗くなるし、うんうんうん、知ってるパフォーマンス、ホームラン打ったら、ホームラン打ったらちょっとやってみてください。いや、もう知らないの。いや、山川選手の。いや、お前それ知らなかったらまた擦られるの。いや、ちょっと、どんどんもうこの女知ったかぶりすんじゃねえみたいな。擦られて血だらけになっちゃう、私。そうだろ、そうだろ、うん、いや、ホームラン打った後に、うん、ファンに対してやるでしょ、うん、知らないのそれ。ちょっとやってください、山川選手の。助かーいってやんない。あー、それですね。知らないの。知らないです、知らない、知らない。マジで知らない、うん、あ、これアウトだ。なんで、え、ちょっと待って、お前なんかクビにされるわ、多分。本当ですか。いや、そのぐらいは知らないと思う。ドスコイですよね。いや、お前にやらそうと思ったら知ってますよ、うん、ドスコイって。ドスコイも、お前にやらそうと思った。あ、よかった。いやね、うん、で山川が明るい雰囲気を作ってもらい、うん、ね、まあみんなも、まあ本当に鼓舞するというね、うんうん、まあそういう選手だね、はい、はい、おめでとうございます。はい、今度最高出塁。あ、
リッツ。ここは日本ハムの近藤選手ですね。はい、近藤ね、うん、4割2分2厘。おね、初めて。いいね、まあ、コンちゃんの場合は、うん、もうとにかく今年はつなげに徹してた。後ろに後ろに。まあ、とにかく初球から打たないし、もうとにかくこうファールで逃げるところは逃げて、うんうん、まあ、出塁をするということに、なんか徹したシーズンだったね。今年は、うん、よく見たけど、うんうん。だけど、俺心配だったのが、これじゃやっぱり行き詰まるなって先行って、このバッティングは、うん、やっぱり引っ張ることもしないといけないし、うん、まあ、広角に打てる バッターが反対方向ばっかり打ってたんだよ。はい、レフトばっかりって、うん、まあ確かに引っ張れって言ったら引っ張れるよ、うん、そのぐらいの技術はあるんだけど、なんかバッティングがすごく小さくなってたのね。それは何かあったんですか、うん、いやだから後ろに打てないから みんなも、うん、やっぱり塁に出なきゃいけないっていう使命もあったし、うん、だからそういうバッティングにこう小さくなりかけてたんだね。あで最終戦の前の日か、はい、解説で札幌行った時に、うん、近藤が寄ってきて、うん、こんにちはとか言っていつも挨拶しに来るのね、うん、でおおとか言ってそれを言おうかなと思ったら、はい、あいつが感じてた。だからさ、うん、来年はもうちょっとこう大きいのも、うん、あの広角にも打てるようなバッターになりますと、このままじゃちょっとダメですねって、あこいつ分かってんなと思ってさ、このままじゃ行き詰まるっていうのが分かってんだよ自分で。そうだったんですね、うん、でもこういうタイトルが目の前にあったからそれに徹してたというね。そっか、うん、だから今の子は賢いな、すごい考えてるんですね、うん、自分の己をよく分かってる、うんうんうん、あ来年も期待できるなって思った近藤はね。そっか、おなんか最近のね、人たちって、うん、なんかよく最近の若者はとか言われますけど、うん、でもちゃんとクレバーな選手たち多いですね。考えてるし自分の役割とか、そう、うん、バッティングでは絶対負けたくないというね、うん、まあなんかプライドもある選手だよ、うんうんね、これから来年がすごい期待。いや、そうですね、いや本当本当、うん、あの話を聞いてね、うん、あまあそういうことを言ってたんで、はいね、日本ハムを確実に引っ張っていく、うん、まあ、選手だよね。ですね、はい、おめでとうございます。はい、おめでとう。そして続いて最多安打ですけれども、はい、こちら西武ライオンズの秋山選手、ね、179本おめでとうございます。3年連続4度目だって、うん、もうすごいですね、うん、まあこれはもう鉄板で取るというね、うん、いやだけど秋山自体はこの本数じゃ納得してないと思うよ、うん、まだまだいけると。いや、やっぱ最低でも180超えないと、179ってあと1本足りないけども、うん、まあそうだな、もっと打ってもよかったね、うん、でも春先は悪すぎたわ、出だしが、うん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 、だけどやっぱこう徐々に調子を上げてってね、もうごぼう抜きだったよね、安打に関してはね。すごいですよね、うん、なんかもう常連というか、まあまあ、秋山選手はもうそうだね、うん、まあ、ヒット打つことによって、うん、打つことはなんかお茶の子さいさいではないけど、うん、お茶の子サラサラぐらいはいけると思うよ。サラサラ、一緒か、サラサラ、うん、そんな変わんないか、変わんないな、うん、おめでとうございます。さあそしてですよ、はい、打点おかわりくんが最多打点、はい、4年ぶり4度目です、はい、帰ってきました。1日3、123、ね、ワンツースリーで揃えました。まあ、山川に3点差だったかな、うんうん、つけて受賞という。かわりくん、でもね俺今年一番感動、1年間を通して感動するのは、うん、まあ、セリーグでは坂本、はい、ね、パリーグではやっぱおかわりくんなんだよ。これなぜかというとさ、かつての4番が4番の座を明け渡し、うん、7番8番とか打つ時があった、うん、でも腐ることなく本当に一生懸命やりながら、山川の調子が落ちるとともに自分が4番に入る、うん、でもその4番の責任を見事に果たして優勝に導く、これね簡単なよ、まあ簡単とは誰も思わないとは思うけど、すごいと思うよ、やっぱり実力があるんだなと思うよ、うん、いやこれには俺おかわりくんには感動した。すご
そうですよね、いやこの精神力もそうだし、うんうん、チームを引っ張っていかなきゃいけないという、うんね、若い山川が、ね、出てきて4番の座に座った、うん、そのことはおかわりも頑張れよって応援してたと思うんだよね、うん、だけど調子が悪くなった山川のなんか俺が責任をケツを拭いてやるって4番に座る、うん、その責任を見事に果たし、うん、山川に教えたような気がするんだよね、その自分の姿を、うん、でホームランだけじゃないぞ山川って、うん、こういう大事なとこはこう打つんだぞっていうような、うん、そういうねおかわりにはなんかメッセージ性があったんだよ。そういう風に見てたんだよ。だから満塁の時なんか必ず打ったっていう感じがするでしょ。そっか、まあ、ホームランも打ったけど、うん、ヒットも必ず打ったっていう、うんうんうん、だから山川ホームランもいいけど、うん、ねこういう大事なところは軽打でいいんだって、うん、それから山川が優勝かかるような試合になったら軽打をするようになった、うん、反対方向に打つようになった。これねやっぱ西武の打線ってすごいわと思ったよね。すごいですね、うん、その見本が各自にいるというかさ。いや本当ですよね、うん、でおかわりくんは123打点じゃないです か、うん、だからそのホームランだけじゃないよっていうそこで入って見せて、で山川選手もその姿を見て同じように打っていってってい う、 いい姿が変わったよね。山川もすごいいいようにいいチームというか、いや素晴らしいチームだよ。だって6部門、うん、ねまああと残りは盗塁なんだけどさ、はい、打撃という意味では5つの部門、まあ、ほぼ全部4人だから取っちゃったってことですもんね。すごいよ。それも20本打ってるやつが、ね、5人いるわけだから、まあ、とんでもない打線だよ。すごい嫌ですね。いや嫌どころじゃないよでチームは本当に、ね、だからおかわりは今年はなんか感動しました僕ね、うんはい、そういう意味でもありがとうございます。そしておめでとうございます、ね、西武の選手はよく見てるからね。あ、そうね、見てくれてるからね。嬉しいですね。いや嬉しい、うん、最近よく言われるんだよ球場行くと、うん、井坂さん見てますよっつって。あ、嬉しい。だお前のことも見られるっていうことだから。あ、そうですよね。もう大丈夫か。大丈夫です。キャバ嬢じゃないよアナウンサーだよな。あのちゃんと事務所のセントフォースっていう事務所に入ってるし、あのほらプロ野球ニュースも一緒にやってたじゃないですか。そうだっけ。でその後ほら私そうだっけじゃなくてやってましたよ。いやあんまり野球のことあれだな。その後ほらちょっとお前不勉強してたろ。 J スポーツで、まあそうだね、野球的ニュースもはいやってたので。そうなんです。だまさに私だっておかわり君とかが本当にバリまあ今もそうですけど、はい、やってた頃球場見に行ったりとかして、ね、もうインタビューしたり、秋山選手がルーキーで入ってきたりとかしてた、うん、浅村選手、まあ、いなくなっちゃいましたけど楽天にねの時だったんで、だそういうその森選手もそうですけど、ルーキーで入ってきた選手たちが今こうやってもう中堅ベテランで活躍してるっていうのはなんかすごい見てて、うん、あ嬉しいというか、そ う、 だ、ね、あうんうん、そういう思いにはすごくなります。だそういう意味では金子選手もそう年取ったなだからみんなね、みんな選手もそうだし、みんな年取ったんだね。はい、最多盗塁金子おめでとうございます。もうね、うん、金子の足はね、うん、ちょっと別格だな。え、どこが違う。いやもうあのストライドもそうだし走り方も綺麗やし、うん、そのスピードの乗せ方とかも半端なくいい、うん、もうパーフェクト。あやっぱ足は素晴らしい足してるわ。ほら豊さんもそういう意味では素晴らしい足。いや俺は短足胴長だったからさもうこんな漫画みたいなテケ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 テって走ってるような感じで。それでも速かったじゃないですか。いや無理やり速くしてたじゃない俺はねそんなに速くなかったのよ。それでもそれでも、もうそういう使命をいただいたから走ってただけで、うん、すごいですよ。でも金子はね、うん、やっぱスペシャリストだ。ね、もうちょっとバッティングを頑張ったら、うんね、もっと素晴らしい選手になるけどね。あじゃあまだまだ、ね、伸びしろがある、伸びしろがありますね。ね、うん、はい、まあでもね3年ぶり2度目41個ね。まあ金子の足だったら60盗塁してください。60いきますか。60いかないと、ね、プラス20圧倒してください。じゃあちょっと来年にも期待しましょう。60、ね、もちろんです、うんね、期待したいまあ皆さん、うん、おめでとうございます。おめでとうございました。